GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。今回の担当は忍と大山でございます。はい、よろしくお願いいたします。今回はドラゴンクエストモンスタースーパーライト、お略してスーパーライト、もはや何のゲームか分かんなくなっちゃう略して DQMSL と呼ばれているゲームですね。長いですね。はい、長いんですよ。ドラゴンクエストモンスタースーパーライト。スーパーライトがついてないやつは私やってましたけどね、はいはいはい、中学小学校の時。あ、 DQM の方。 DQM の方ですね。 DQN ではないですね。ドキュンではないですね私。なるほど。ちなみにどんなモンスターとか知ってます？いや、私の限界はもうオルゴデミイラでストップです。オルゴデミイラか。オルゴデミイラで私の情報はもうストップですね。ほほう。でもどうせ一番強いんでしょ、オルゴデミイラ。とりあえず今のところオルゴデミイラはいないです。あ、ま、今回のやつまだ。これはあの何だっけ、あ、まだ出てきてない。出てきてないですね、オルゴデミイラさん。はい、神獣フェス。はあ。それでね、あのまあもちろんめっちゃ押してるのに出てこないあ、確率表記がある、んですね。ほう。ああ、なるほど。え？いや。0.05% ですね。これを積み重ねるといくつぐらいになりますか？ 0.1% かな？じゃあ。0.5% か。うん。トータルで 1.5% かな、 SS の地図が出る確率、出そうな確率が出そう。でも 1.5% って結構いいんじゃないですか。まあ80回に1回ですね。うん、まあ80回じゃないか、うん、70回ですね。その辺ですね。あ、それを10回で出そうと。出るんじゃないですか。出ますかね。ただ、このゲーム意外となんていうんですかね、なんか S ランクで出た方が良くて、 SS より、はい、あの星っていうステータスアップさせることができるんですよね。あー、なるほどなるほど。あの繰り返しその合成を続け、まあパワーアップって呼ばれてるんですけど、はいはいはい、それをレベルマックスも上げてどんどんパワーアップしていくと少しずつステータスが上がってって、うん、なるほど、っていうシステムがあるんですよ、このゲームで。なるほどね。だからまあなるべくマックス進化で出しちゃうと、まあ悪いことはないですけど、そいつを取っておいてまた新しいの来たらそれを繰り返して後でやればいいっていう感じなんで、まあ別に残念っていうわけじゃないんですけど。っていうわけではないけど、先が遠すぎる。なるほどなるほど。Sからやって地道に育ててた方が強くなると、はいはい、ただまあ今すぐっていう時はまあ SS の方がいいんですけどね。まあそうですね、その先を考えないで。なるほどなるほど。はい、まあぐだぐだ喋っててもしょうがないんでね。一応3350 10回引きます。ほう。ので一回ずつ引いてこようか。引いた、たたたたたたと思います。おお。10連やったらね、さらっとなくなっちゃうんで。そうですね。うん。悲しい。そうなんですよ。ティロンティロンティロンで。まず一回目。はい。あ、この曲懐かしい。おい、ドラゴンスライムすげえ。懐かしいっすよね。はあ、そんな驚くところですかドラゴンスライムって序盤の序盤そうですか。はい、オルゴデミイラにはならない。オルゴデミイラにはならないですね。ああ、じゃあダメですね。ダメですね。ピンが出てきたら泣く。あ、この、まあ、風車の色が、はい、あら、さっきのあれじゃないですか。あ、なんかさっき、そう、多分さっきの進化前、2個進化前。はあ、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 さっきのが、さっきあの紹介されてたのが S だったんで。あ、なるほどなるほど。ただこれは多分いいっすね。あ、じゃあ当たりと。はい、ニードルマン。金の風潮が出たら、金が出たら胸熱。まあかといラクシーか。何これ、亡霊剣士。亡霊剣士、これ確かドラクエ10かな、10で出てきたような気がする。あー、なるほど。10じゃない、8だ。8、8か。あー、まあ、結構前ですね。そうですね、相当前です。おお、来た。じゃあさっきのはもういりませんと。いります、いります。いります。そのだからゴースか積み重ね。あ、そうかそうかそうか、重ね合わせて。じゃあラッキーじゃないですか。ラッキー。なんで笑ったんですか。いや、まさかこれこの感覚で被るとは思わなかった。多分 0.5% の方なんですよね、これ。さっき見逃しちゃったんですけど。さあさあさあ
そうなんガチャ引き終わった後最後にちょっと軽く。おおすげえマジ。あまあえすげえな。誰これこのレオコーンです。レオコーンこれは確か9かな、9のボスか10のボス、ボス中ボスなんですよ。黒騎士レオコーン、黒騎士レオコーン、姫様がうんぬんかんぬんってやつ。はあ。僕も相当前だったんで記憶がないんですけどね。S か、普通に S が出てきた。ポンポン出ますな。いや、かなり運いいっすよ、これ。うん、さすがにね。なるね。デンタザールズ。おお、懐かしい。デンタザールズも懐かしいっすね、ワンツーで。ね。テリーとかね。うん。入れるかね。どっちが好きでした？ちなみに。僕、テリーの方、死ぬほどやってましたね。ああ。あれ、レベル上げ結構大変っすよね、ハグメタのとこまで行って。ね、そうあー、ベレス？これはドラクエ2とかかな、わかんないです。僕の知ってるやつもなんか色違いですね。あれですね、地獄の門番。そうあれ地獄の門番でしたっけ？地獄の門番。色違いって言わないですか？言わないですね、僕は。関西弁ですか？いや、そういうことでもない。言わないですね。これで禁じ。あー！待って！俺もで見ろ。あー！携帯をボンと落とした。エスタークマジ？すごい。マジか。びっくりした。マジか。マジっすか。S で S タック出た。SS じゃなくて S の方がいいんですね。はい。でも、とりあえずこいつは進化させます。うん。即戦力なんで。即戦力なんで。すげえ。マジ S タック出ちゃう。しのぶくん。やば。ちょっと熱。おー、Sタークとかびっくりした。魔王です、魔王。魔王でございますよ。まあ、さすがにね、うん。ちょっともう満足っすよ、これ。びっくりした。人食いそう。人食いそう。人食いそうは、どこからだろう。TQ、わかんないです。詳しいことを知ってる方いたら、コメント欄にて、僕はもうエスタークが出てきてしまって、もうね、興奮冷めやらぬ。そうですね、トドマン。イルルカにも出てきましたね。ですね、砂漠のところからで。あれ、砂漠のとこじゃないか。砂漠でしたっけ？私はもう記憶が曖昧です。その後かな、ずっと輝く魔王の鍵でレベル上げしてたのを新しい。あれこれ終わっちゃったかな、もしかして。これで最後、プテラノドン。はい、プテラノドンで締められたんですけど、ちょっとすげえ。でもエスタークなんか色がなんか僕の知ってるのと違ってますね。寝てる状態だったかな、確か。寝てる、はい、僕はしてるのなんか橙色なんですよ。赤で、そうなんですよ。それは、その進化後、SS になるとオレンジ色になります。ああ、なるほど。はい。違うな。久しぶりなんですよ、僕これ。なんとなく、地図をウルで開いちゃいましたけど。おぉ。さあ、それか。さっき左の。エスターか、右下にいますね、あ、おりますね。はい。で、レオコーン。まあ、今、現時点で持ってる地図はこんな感じですね。なるほど、なるほど。軽く。ちょっとね。ああ、知らんのが多いな。そうですよね。だって、この辺とかわかんないですもんね。おー、その上の A、A、A。グレートドラゴンとかの下ですね。そうですね。グレートドラゴンの下とか。さっぱりわかんないですね。あと、結構昔、これスカイドラゴンは分かりますね。スカイドラゴンもちろん。あとは、ホークブリザードとか、うん、ホークブリザードと低い鳥を合成したら、二軸じゃん、二軸じゃんね。でも、私の知るホークブリザードとは色が違いますね。何色でした？白と青じゃなかったですか？ああ、そうですね、うん、多分。あ、これサンダーバードだ。これサンダーバードだ。なんか色がホークブリザードにした。黄色いなと思って。僕の間違いでしたね。サンダーバードでした。確かね、ホークブリザードこっちっす。あ、そう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 。つうか、ホークブリザードとサンダーバードってこんなに似てましたっけ？色違いじゃないですか？いわゆる色違い。あれ？なんか僕の記憶ではサンダーバード全然違うような気がしたんですけど。低い鳥とホークブリザードはめちゃめちゃ似てる気があるんですけど。髪型が違うんかな？そうです。なんかまとまってますよね。あ、ホークブリザードはまとまってますね。うん、なるほど。なるほど。まあそんな感じで、ちょっと、じゃあ最後に、もうボックスの方に行きますか。お、それで、今回は終わりにしたいと思います。じゃあ皆さんで。はい。
SS 持ってるってこんな感じです。何このイケメン、右から2番目の下の。これ知らないんですか。何このイケメン。これモンスターでございます。モンスターです。ピサロ。あ、ピサロ。ドラクエ5だったのかな。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。あ、なるほど。ピサロもモンスターズに登場するんですね。そうなんですよ。デスピサロが進化、本当はピサロが進化の秘宝を使うとデスピサロになるんですけど、であれって確かなんかがあって、一、うん、回戻るんじゃないんでしたっけ。 I don't know。 あ、僕の記憶も結構曖昧なんで、あのちょっと話半分で聞いてください。話半分っていう使い方。話半分。そうですね。で、まあ、SS はこんな感じと。はぁ、ね、ちなみに、ね、この子はね、名前ゆきちゃんでした。いや、ゆきちゃん、なにゆきちゃんってヘルビーナス、ヘルビーナスって名前ですよ、もともとは。あ、地獄の女神ですか。そうですね、こっちかな、これ。あ、はい、あら、恐ろしい。名前はゆきちゃんです。ゆきちゃんどっかのヤギみたいな名前だ。まあまあまあ、わかりますけどね。白いから。雪みたいに白いから、ゆきちゃんみたいな。ひでえ。まあこんな感じですよ、S は。ちょっとね、ちょいちょい合成したり、パワーアップしたりとかしてね。これ、人のちょっと前に流行ってた、オーガキングっていう。何これ。これ結構前、すっごい前に流行ってたんですよ、この。流行ってた。はい。こいつの激しいおたけびっていうのが、敵をひるませちゃうんですよね。はいはい。で、1ターンから2ターン行動不能にしちゃうんですよ。はいはい。それがめちゃめちゃ強い。あ、強くて流行ってたってことですか。はい。あ、この盾がなんか自分の顔を盾にしてるなんかナルシスト野郎ということで流行ってたわけですか。そういうわけではない。これ、顔全然違うでしょ。違うんですか。違いますか。あ、違うか。はい。そういうわけでは、それ、ナルシストで流行るって相当ですよね。この辺とかですね。ここからはもうメタルキングとかになっちゃいますね。上の方になったら私知らないのばっかりなんで、なんかちょっと新鮮で面白いですね。そうなんですよ。いや、僕もやってて、なんだこれなんだこれって言ったら、はぁ、これとかわからないですもん。これって俺もさっき気になってた。スライムハーツ。縄跳びしてんのこれ。スライムハーツ縄跳びどういう状態ですかこれ。これはですね、どういう状態なんでしょうね。あのなんか狼とか捕まえるやつにガチャンって引っかかってる感じみたいな感じですよね。罠。うん、引っかかったんですかね。引っかかって、どんどん、普通のスライムが引っかかって、どんどん一体化していって、こうなってるってことですか。ああ、ストーリーがあるんですね。いや、絶対違うでしょ。金色のリングで飾られたスライム界の宝石。リングって書いてるもん。罠じゃないこと、確かですね。はい、そんな感じですと。まあ、どうでしたか。うん。僕は、しのぶくんと二人っきりっていうのは僕今回初めてなんで。そうですね。うん。非常にいい時間だったんじゃないですか。すごい当たり障りのない言葉を探して。はい、そんな感じで、うん、まあ、神獣フェスだったのになぜかエスタークを引いてしまうっていうね、うん、素晴らしい獣でもない。ガチャとなりましたよ、だって。すごいぞ、すごいぞ。だってここにエスタークないっすもんね。まあ、出たのは S っすけど。あれ、もしかしてある？ないでも、ゾーマとかあるから。あ、あるね。一応、あるんだ。ものすごい確率。ってことは 0.05% を引いちゃったんですね、引いた僕は。すげえ。はぁ、エスタール、カーディガンの人。やったー。あ、ガーディガン。はー、カーディガン読み間違えた。カーディガンの地図だった。間違えた。マジで俺。僕多分行かないですね、そこは。行かないですね。カーディガン。カーディガンか。間違えたの。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。はい。ゲーム、JJ。JSS。GM チャンネルではですね、ほぼ毎日大体17時とか、たまに違う時間に配信されてます。ほら。ので、はい、驚きですよね。ぜひ見させていただきます。はい。ぜひぜひ見てください。はい。それでは、さよなら。GM コイン。